作戦内容をお伝えします。カーラの秘策によりザイレムは制御不能となりました。衝突によるコーラル消滅を回避するため、もはや取れる手段は一つ。ザイレムを撃墜します。仮想動力ブロックに分散配置された大型スキルミオンジェネレーター、これらを全て破壊し、その上で上層外区のラムジェットエンジンを停止させれば、今ならアーレア会場に人的被害なくザイレムを着水させることが可能です。もう一点、この作戦にあたり私はあなたの名前を使って協力者を募りました。焼けた空の上でレイブンが戦っていると。このルビコンで、あなたほど名を馳せた個人はいない。レイブンの生命、その効力のほどをお見せしましょう。行きましょう、レイブン。協力者の一人がそろそろ到着する頃合いです。派手に打ち上げたものだな、戦友。それともルビコンの解放者と呼ぶべきかな。君の声明を受けて、地上では全てのルビコニアンが立ち上がった。彼らに見せてやろう、焼けた空の向こうには未来があるとな。ジェスパー・フォー、ラスティ、彼からは真っ先に協力を申し出られました。ここまで計画が狂うとは思ってなかったが、再び君と機体を並べることができたんだ。よしとしようか。スキルミオンジェネレーターの確認、ありがたい目標です。地上では解放戦線が危険都市に突入したようだ。君にも様子を聞かせよう。回線を開くぞ。リコの方針、解放戦の方針は白い。死の方ばかりがルビコニアンではないと上のカラスに見せつけてやれ。灰にまみれた警告をいくら唱えたところで、そこにはルビコンを変える力などない。つけたのさ。
相手だな。壁越えの再現と行こう。吸引して吸い上げる効果です。こんなもので焼かれたら困る。使用半数。
やり遂げるのだろう。国も恥じない戦いを死ぬまでだ。終わりではないようです。サイレムの撃墜を急ぎましょう。